おはよおはよう。かわいい。どう？かわいい？うん。いつもと違うね。うん。なにこれ？すみっこ。おしっこしてくる。はい、いってらっしゃい。はいよ。マオさんどうぞ。おめかししてますね。今日は何の日ですか？お誕生日パーティー。今日パーティーします。もう5歳だけどね。ね、はい、じゃあ次レンカさん。レンカさん、おめでとう。ありがとう。仲良し。はい、じゃあゲノ、おめでとう。おめでとう。でもいけるか。あ、行った行った。今からお写真撮るので、マオの隣に行ってください。はい、写真。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、いいねいいね。今チャンス。今度、これのこと。はい、はい、せーの。あ、かわいいね。ピース。ピース。今、ニコニコ。うわー、ぽいぽいぽい。うわー。あ、じゃあ、今、もうちゃん、マオ、おめでとう。うわー。ニコも。大丈夫。おめでとう。おめでとう。はい、ニコニコ。近すぎ近すぎ。主役ばり。あ、レンカ立って立って立って、映らないよそれじゃ。パオピース。あ、いいね。いいじゃんいいじゃん。ほら、いつもと違うでしょ今日飾り付け。どうこれ、かわいい。マオンが最近さ、すみっこが大好きって言うから、お家のマオンの棚にもすみっこ入ってるから。そうだね、最近集めてるんだよ ね。どれが一番好きなんだっけ。それはあれはペンギン。そう、だから上見て、5の隣全部ペンギンにしたよ。ペンギン、ペンギン、ペン、全然下ないから調べました、ちゃんと。猫、猫、猫。さ、名前がシンプルすぎるよね。ペン、ここにとんかついます。とんかつ、とんかつっていうの。あー、おめおめ、ゲマこら。うわ、悪い顔してる。お誕生日パーティーだよ、おめでとう。ありがとう。ハッピー。レンカ大好き。レンカ、マオのこと好き？うーん、何照れてんだよ。じゃあ歌ってもらっていいですか。レンカお願いします。せーの。ハッピーバースデー、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 パンピザでーす。イエーイ。あれ、マオのリクエストだったと思うんだけど。あれ違った？あれ、こういうことじゃないの？パンで作ったピザだよ。ケンマもちょっとパンに敷き詰めてみました。マカロニ美味しそう。え、マカロニ、マカロニ、あれ、マカロニピザだったっけ。うん、違うよ、なんだっけ。マオペカロニ、ペパロニだったね。間違えちゃった。間違えた。はい、じゃあせーの、いただきます。いけるも。うっそ。あー、食べれるかな。縦にして食べようか。あ、そうだね、縦にして。お、いった。顔が怖い。上手上手。パンをこうやって食べたら、お、マンが食べたいって言ったピザだった。うん、あ、いいね。うわ、豪快。どうですか。おいしい。まあ、それじゃお肉なくなっちゃうよ。なんかそういう食べ方して、ピザの意味は。おーい、あ、本当に、あ、もう本当にやっけ。今日特別だからいいでしょ。じゃあ、お野菜もバランスよく全部食べてね。わかった。大丈夫だ、いいよ。最近そういう使い方をね、できるね。ただの野菜ピザだよ、それじゃ。下にもね、まだいるからね。うん、こうなろうと思って。すごい上手。箸、え、箸もうピザしないし。箸じゃ食べにくいんじゃない。どういう食べ方。具だけ食べようとしてる、さては。うん、ありがとう。お願いいたしまして。いや、もう5歳だよ、5歳。5歳か。1、3、5。1、3本だったね。1、3、5。箸で人を刺しません。うん、美味
ちにもこんなキャラものが飾る日が来ると思わなかった。さすがに5歳だね。ねえ、わかるよね、うん、好きなキャラが出てくるんだね。でも美味しい、うん、食べれるようになってきたね。でもしっかり食べるようになったよ。食べなかったのにだいぶ最近は落とさなくなったし、嫌がんなくなった。5歳になったら何やりたい？5歳になったら、なったらってことなったんだけど縄跳びがさ、50回跳べるようになりたい。あ、50回ね。でも50回で今、マオの友達何回飛べるんだっけ？70回。まあ、今何回だっけ？30回。うん、まあ、すごいよ、30回でも。先生褒めてたって。この間ね、個人面談があったんだよ。うん。うん。何その顔？決め顔？もう一回やって。あ、ミンクしてるんだね。誰かもミンクできる？ミンク。まばたき。投げた。エマ、ごめんなさいわ。うん、甘い。縄跳び50回、でもすぐできそうだね。お前さ、公園で縄跳びした時全然跳べなかったのに、もう30回跳べるってことでしょ。幼稚園の先生が数えてくれた。数えてくれた？じゃあ不正もしてないな。31って、それで31飛べそうだったけど、疲れちゃったから、それでやめちゃった。体力の問題か。それもあるよね。だよね。そう。あ、大きい。あ、メンマ。あ、悪い顔してんだよ、あいつ。偉そう、見たこの腕。メンマ、ごめんなさいわ。うんじゃねえよ。飛んじゃった。いい加減にしろ。甘え出すんじゃねえ。さっきからめっちゃ捨ててる。フォークね。そうなんだよ。本当にだね、うん、毎日捨ててるからね、フォーク。そういうこと言わないであげて。みんなに暴れてないんだよ。おお。だいぶ英語のリアクションが見えてきた。英語習ってるからねーだ。メンカもやってるもんね、保育園でね。メンカこの間、アウチって言ってたんですけど。足を飛んでアウチ。そう、アウチ。幼稚園でもさ、カルロスがさ、うん、アウチって言ってた。言ってた、ぶつけてた。アウチってやってた子やあ、ゲンマ。アウチママって。ゲンマ、お水飲んだ方がいいんじゃない？マム飲む。マム飲む？ゲンカもお水飲む？飲む。冷たいお水お願いします。ゲンカは？冷たいの。どうぞ。ありがとう。どうぞ。もう一回。水飲んでくれてね。なんでパパ座れないじゃん。これ大きい。これパン大きいすぎ。全部入れないの。今ああしてあーして、あいったんもぐもぐしてね。まだ奥歯ないくせに。1、2、3、4、もう奥歯4本入ってます。そりゃそうだ。マロンだって2歳前ぐらいにもう生えそろってたよね。うん、ねえねえ、パパは水。うん、もう乾いちゃってるね。喉乾くね。ピザ喉乾く。どうぞ。パパありがとう。どういたしまして。ママから水飲む。いや、食べよったらね。なおもあってお水。んパパ、んあと誕生日の残りはパパだね。そうだね。もうみんな終わったね。ここだけちょっと離れてるんだよね、誕生日は。あれ、ゲンマはまだやってない。ゲンマは一番最初だよ、何だっけ。2月。そう、ゲンマ、ママ、レンカ、マン、パパ。そう、続いてるんだけどパパだけに離れてる。そう、パパどこに行こっかな。行く決定なんだよね。いつも旅行行ってるじゃんね。また海。海行きたい？うん。次はさ、浮き輪買って。パパの誕生日は、そうそう、海は入れないかな。パパの誕生日はね、海の水がすっごい冷たいの。風邪ひいちゃう。え？パパの誕生日に、うん、海に。あ、海は決定なんですか？去年の海が楽しかったね。それで行って、パパの海の水は冷たいから、お砂、うん、お砂遊びしたいよね。オッケー、じゃあちょっと考えておくね。砂浜で、だってパパの誕生日だからパパが決めていいでしょ。あ、ダメ。
さオッケー。じゃあまずご飯しっかり食べる。まあパンだけ食べてないの、あとで食べたいのかな。いいね、うんうん、上手。レイカは一番上手に食べてる、うん、結果マオはもううまい下手じゃないから。そうだね、こう食べたいの。そうだねついにでっか。ちょっと待って、顔よりでかいね。うわー顔隠れちゃったあーいや食べて。水ちょっと飲みすぎじゃない。水牛乳、牛乳あげよっか。水水煮にして。お水はいいの、うん、やっぱ牛乳とお水どっちがいい。水冷たい水お願いします。冷たいお水。はい、うん、入ります。どうぞ。ありがとう。どういたしまして。あれでいいか。ありがとう。どういたしまして。うあ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 。はい、立ってないで食べるときは食べてください。まあそのパン多いからね、無理して全部食べなくてもいいから。パン好きだからパン全部食べちゃうよ。そうですか。食べられそう。テレテレポーズ、テレポーズ。ほんとうるさい。テレテレポーズ、テレポーズ。もうレイカが笑っちゃうから調子に乗るんだよ。そう、なぜかね、レイカのツボにハマるんだよ。もう2人とも同じぐらいだ。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。さっきの何だったの。全部食べちゃうって言ってた。あの自信なんだ、あれか。そんなことですね。ケーキのために取っておくの。そうだよね。あ、エマ今度はしっかり怒ってくれよ。ダメ。はい、ママちょうだい。今ごちそうさまする。うん、うん、じゃあせーの、ごちそうさまでした。ちょっとトイレ。あ、そうだ、そんだけ飲んで食べてたら生きてそうだな。うん、いい子。何じゃ、歯に乗ってください。うるさ。トイレでもうるさい。どうなってんの、あいつ。しょうがない、あれがうるさい。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 うるさいよね、本当に。なんか、ベイビーって言ってね、トイレでベイビーって言ってるね。怖。お願いします。うるさい。おかえり。外出したみたいな。いやじゃあ、もう食べたでしょ。ごちそうさまして。ごちそうさまでした。上手。いやじゃあ、遊んでな。ちょちょちょ、カチューシャつけてください。あ、ネカ忘れたくなった。食べる。あ、じゃあ、おやつのケーキ楽しみにしてるね。ママケーキ、みんなのケーキ、二人でみんなのケーキ食べるから。そうだね。レンカの誕生日みたいになっちゃってる。しかも一人。マイペースか。